紹介文の方を紹介させていただきます。今年の演舞は十三夜を舞台に、うさぎが餅をつくために月へ向かうストーリーとなっています。応援してくださる全ての皆様に笑顔と元気いっぱいの演舞をお届けします。とのことです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では、響さんの代表座の方に、演舞名とコンセプトなどの方を紹介していただこうかなと思ってます。はい、演舞名は通いと言います。で、コンセプトは、うさぎが月に向かうという物語なんですけども、その間で、波乱があると、そういうお話になっております。はい、はい、ということでね、ここからちょっとねプライベートな質問の方をしていこうかなと思っております。すいませんね、お願いします。はい、この東海大学さんっていうのは、拠点地っていうのはあるんですか？はい、まあほとんど学校で練習をしているんですけども、はいはいはい、湘南キャンパスで神奈川県の平塚市ですね。そこから、はい、神奈川県の方で、はい、そこで練習をしてます。はいはいはい、なるほどね。僕たち同志社大学なので京都に拠点を置いてるんですけど、はい、もう明日でスーパーよさこい祭りがね終わるということで、このままなんか関東の方をね観光して帰ろうかなと思ってるんですけど、はいはい、ちょっと横浜のここだけは行っとけみたいな場所とかあったりします？横浜、あー、そうですね、まあ東海大学の、まあ、キャンパスは一度行ってみた方がいいと思います。あ、キャンパスの方にお越しくださいと。はい、すごい、ディズニーランドよりも広いと言われていますので。本当ですか？はい、まあ、ディズニーランドに行った気分になれるんじゃないかなと、そういう感じでございます。カチューシャとかってやっぱ売ったりしてるんですか？いや、カチューシャは売ってないです。売ってない。ボールペンとかは売ってます。購買ですかね。はい、購買に行っていただければ。はい、じゃあちょっとお邪魔したいと思います。よろしくお願いします。では、東海大学さんの響さんの演舞となりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。会場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。改めまして、東海大学響と申します。踊り子一同精一杯踊らせていただきますので、5000円お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、月よ輝け、天を仰げ、我らの旅路が今始まる。16代目響き通い。後の月が輝く空、今宵は十三夜、地に別れを告げて旅立つウサギは、月あたり頼りに歩みゆく。宴を答えて天女は舞う。夜空に影が差す。あうはざまに姿を見せるはここあたり。脳裏によぎるは天井に咲く天下中の地、静寂に立て宿ごとし、大雪なみとなって嵐を起こす気づかる。そのものまさに人を背の姿、かの竜の名はおぼろなり。さあさあ、ここだぞ。ブリューオブユートリコイ非常に適応しておれ。ゴールセンパンパン、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 ゴーさあさあ、皆様手拍子ちょうだい。かかりしつけの道なく駆け闇を見つけ
私は光り輝く笑顔のともに、さあさあ皆様お待たせしました、歌い合わないスーパーよさこい、笑顔を届けに来た、よってらっしゃい、見てらっしゃい、おいわけてもおけらせ、なんか気持ち今だったあとの声をいろんな時に話そうや、本当に逃げ出せやるか、祭り林も響けたんか、これが我らの変化か、それでは皆様また来年。はっ、見ていただいた皆様に最高の笑顔でありがとうございました。ありがとうございました。響き撤収。